川勝平太、静岡県知事によってリニアの工事が遅れております。今後どうなるのでしょうか はい。皆さんどうも、参議院議員の浜田悟志でございます、えー。今回も動画を見ていただきましてありがとうございます。ただいま、令和5年の6月4日日曜日、時間が午前1時30分でございます。はい。えー、相変わらずちょっとね、遅い時間での動画でございますが、はい、えー。今回はですね、リニア中央新幹線工事に関するものでございます。はい。えー、皆さんご存知と思いますが、静岡県知事の川勝平太さんがですね、リニア中央新幹線の工事をですね、まあ、これまで でことごととごく、ね、あの妨害をしているといる今回もですね、まああのまあ、前回、前回というかこれまでとまあ同様にですね、えーまああの 工事をね、遅らすようなことを示唆している、まあ、記事がありましたので、まあ紹介をしようと思います。まあ、あとですねま、まず先に言っておきますと、まあ私はですね、やっぱりリニア中央新幹線というのはですね、まあしっかりとね、取り組むべきであると思います。まあなんだかんだでですね、品川と名古屋がね、1時間で、まあ最短40分、 かなはい。まあ、あのね、それだけ短くで、えー、まあ、あの、移動できるというのはですね、まあ、非常に素晴らしいことであると思います。まあ、正直、ちょっとね、あの、さ、最初の方に乗るのは、えー、こ怖い思いは、まあ、ありますけれど、まあ、そこはね、日本の技術力を、まあ、信頼したいと思います。で、まあ、工事が遅れることっていうのはですね、えー、国益の損失になるとは思いますので、まあ、 とりあえずね、あの、まあ、いろんな意見があるとは思いますが、まあ、なんだかんだで、はい。 特に静岡の県知事選挙はね、えーまあ、他のところもね、まあ、なんだかんだ選,選挙はね、大事なんでしょうけど、特にね、県知事選挙、えー、すごくね、重要であるというのが、わ、まあ、かる、お分かりいただける事例ではないかと思います。ということで、えー、産経新聞の、ね、記事を紹介したいと思います。ということで、ちょっと画面を出しますね。はい。えっ、ー、と、まあこれね、あの概要欄の方にリンクの方を貼っておきます。えーまあ、タイトル そしてですね、川勝記事知事が、リニア開業10年以上遅れる案、非公式打診、品川名古屋間の先行開業断念、静岡県内通らないルートも、ということで、こちら6月2日に出ております。はい、ちょっと記事の方を見ておきましょう。まあ、ちょっとね、右の方にね、あの、地図がありますけれど、はい、えー、提案したルートがですね、まあ、なんと、松本の方に、えー 結構ね、上のホームに、まあ、伸び、伸びるルートでございます。あの、まあ、静岡県をね、通らなくしようというですね、まあ、そういう案なのかなと思います。はい。えー、ね、あの、まあ、リニア中央新幹線、現計画だと、まあ、品川からね、名古屋まで、まあ、あまり、えー、まあ、一直線というわけじゃないんですけれど、まあ、それなりにですね、えー まあ、妥当と言いますか、妥当かちょっと、その辺はちょっと難しい、判断難しいんですけれど、まあでもね、あの、そんなにそれぞれなんですけれど、これで松本に行くとなるとね、だいぶ距離ね、あの、増えますよね。はい。 まあ、松本市民の方にとってはね、ありがたいのかもしれませんけれど、まあちょっとね、あの、はい。まあ、でも私はですね、やっぱりね、あの、できるだけまっすぐの方がいいとは思います。はい。記事の方をちょっと読みますね。えー、リニア中央新幹線整備で環境への影響を懸念する静岡県の川勝平太知事が県内航空の着工を認めない問題をめぐり、川勝市が非公式の場ながら、えー、 はい。国などの関係者に不安を漏らしていたとの話が浮上した。まあ、ちょっとね、非公式の場ということなので、ちょっとね、あの、まあ、そういう意味ではね、記事については、ま、注意して読まなければいけないのかもしれません。えー、引き続き記事ですね。JR 東海が計画する東京品川名古屋間の先行会議を断念し、その後に予定される名古屋大阪間の会議を合わせて全線一括会議を目指すべきだとの内容だ。 品川名古屋間は、目標の令和9年開業が、ちょっと動かしますね、えー、絶望的な状況だが、えー、提案に沿えばさらに10年以上遅れる見込みとなる川勝氏は公式の場で行ったことはないと、えー、していると、まあ、されておりますので、まあ、公式の場ではないですけど、まあ、非公式の場ではね、あのー、言ったと、 言えるのではないまあ、ちょっとね、その辺はね、わ、えー、かりませんが、はい。ということで、ちょっとね、画面をまたに、元に戻します。ということで、まあ、いずれにせよですね、川勝平太知事、えーまあ、ご自身が、えーまあ、リニアの阻止をするというのはですね、えー、まあ、なんかライフワークみたいな感じなのでしょうか。で、今回の記事はですね、えー、ご自身がもしねも、もしと言いますか、あの、まあ、次の選挙も、まあ、出るのかちょっとわかりませんが、まあ、あのね、えー、仮に出ないとしてもですね、 一時タイミング後も、えー、リニア会議をですね、まあ、とことん遅らせる計画というものなんですね。あのまあ、そのね、あの非公式とは、ね、されておりますけれど、ということで、まあ、なかなかねあの、本当に大変なところであるとは思います。はい、まあ、ちょっとね、あのこのリニアの、まあ、工事についてはですね、 はい、えー、まあ川勝平太知事によって、まあちょっと言い方は悪いですけれど、はい、全国民がですね、えー、迷惑をこむっているということに、えー、と考えることも、まあできますので、まあちょっとね、あの、皆さんも、まあこの件に関してはですね、え、ろ、まあいろんな意見あると思いますので、 えーまあ、コメント欄に、まあ、書いていただけたらなと思っておりますが、まあね、もう一度繰り返しますが、私はですね、まあ、リニアねあの、しっかりと、えーまあ、取り組んでいった方がいいかなとは思います。一、ま、遍、あ、ですねあの、山梨県のどこ、どこだったかな、ちょっと忘れたんですけど、山梨県のリニアのね、 見学できる基地にはですね、一度行ったことがあります。私の YouTube チャンネルにもなんか動画を載せたような気はするんですけれど、まあ、ちょっとね、あの、すごい昔の話なので、えー、ままぁ、気の向いた方はですね、探していただけたらなと思います。というわけで以上です。はい、グッドボタン、チャンネル登録、よろしくお願いいたします。ではまた別の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。 NHK に受信料を払わない国民を増やすことで NHK をぶっ壊す。はい、どうもありがとうございました。